どうも、こんばんは、Nです。今回は東京グルリインボーク最強降臨リゼ討伐クエストということで、前回最強降臨シリーズでムカデが来て、今回フェス限で登場した SSR リゼの最強降臨討伐クエストですね、これシリーズ化していくんでしょうか。新しいフェス限これからどんどん強いの、出てくると思うんですけども、その度にこの最強降臨クエストが出てくるのかもしれません。まあ強いのはね、やってて楽しんで、やっていきたいと思います。使っていくパーティーはこちらです。前回と違うのが、リゼの後ろにいた銃像をのけて、そっちにサイコを移動させてムカデの後ろにですね、フェスゲンの SSR カネキ、白カネキを入れてます。まあ、ちょっと攻め気でね、ガンガン攻撃していきたいと思ってるんですけど、まあ麻痺入れて、おっとこれあれか、前回と同じパターンで誰でも一撃入れても一発で落ちるんだったら、ここはエトで入れましょう。あー同じですね、これ前カネキだったのかな。で次にカグネ出したリゼが出てくると、多分そういう流れだと思うんですけど、さてとここはとりあえずブレイクいきますか。ちょっとコンボ稼いで、でまあやることは多分駆逐の時と変わらないです。ちょっと早くでしょうか。これ熟練度が 80% だと、この最後の一撃ドンってやるときにエフェクトが出ないんだって、確か。でブレイクで、まあリゼ溜まるんだけど、まあ確実にブレイクさせていきますか。ブレイクじゃないわ、麻痺な、麻痺を確実にさせていきましょう。こっちは全然食い足りねえっつの。オッケー、麻痺ぶち込んだ。まああとは投げて終わりですね、このターンとりあえず。後ろのバックのカネキの格ね、発動さしとくか。畳みかけました。これで、まあ、この選択が合ってるか合ってないかと言われると、あんまやらない方が良かったと思う。正直サイコのあれ貯めといた方が良かったのかなっていう気もするけど、っていうかもう相手死にかけじゃん。いつの間にか俺全然 HP 見てなかったけど、ん、なんだ、あ、冥族石だ、なるほど。あ、そういや、確か冥族系、ね、でもこっち水だしな。あんま関係ねえんじゃないかなと思うけど、そうか、これムカデ出してるとちょっとあれか、有利取られちゃうのか。まあでもムカデのスキルで死ぬんちゃうかな。あれもっと苦戦するかと思ったけどな、ムカデの時の方が強いような気がする。全然ムカデまあまあ時間3ターン4ターンぐらいはかかったんじゃないかな、あれトータルで初見で行った時。まあ、あの時は回復要因とか入れてなかったのかな、ちょっとあんま覚えてないんですけど、はい。メンテナンスが明けて、教習が追加されたのかな、教習と同時にこのリゼ討伐クエストが追加されてると。あ、そんな感じですね。ガシャの方の更新は多分なかったと思います。はい、というわけで、最強降臨リゼ討伐クエスト、初見クリアでした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。